皆さん、どうも、日本人です。キムです。川口、大好き人間、キムです。なんかコメント欄で、日本人です、キムですって言ってたら、日本人の人は自分からなんか日本人ですって言いませんみたいなコメント来てて、うるせえよと思ったんだけど。前回の動画を見て、ちょっと私も川口市を愛していて、私も川口市について語りたいっていう方がメッセージくれたので、今回は特別にお呼びしております。それでは、入ってきてください。どうぞ、まなみさんです。こんにちは。一緒にいつも行ってるちゃなちゃんと飼い主のまなみです。まなみちゃんです。来てくれてありがとうございます。今回はキムチャンネルに。かわいいかわいいかわいい。自分が映ってる。私が前回の動画で結構言ってたんですよ。犬の散歩してる時によく川口のヤバいやつに出くわせて、そのワンちゃんがコロコです。このシャナちゃんです。シャナちゃんです。でいつもね、まなみがね、私の川口の情報を教えてくれるんですよ。情報提供者後半とかね、教えてくれる。そうそう、あったかい子や。あったかい子やね。あったかい子や。本当にね、話せるかどうかっていうのがまずね、確かに使えるかどうかはね、分からんですけど、まあちょっと使える風に話すと、話してほしい。中学生の時に私とキムとかなえたんっていう、かなえたん、そうそう、かなえたん、めっちゃかわいい、かなえたんとかと、あ、親フラ、デブフラ、中学生の時3人で遊んでて、まあ、その他に、まあ、ちょっと何人かヤバめのこの辺の地域は結構親も子もヤバいような方々が住む傾向にありまして、ね、この辺が本当この辺、普通に夜とか遊んでるとおじさんに話しかけられて、まあ、何々買ってあげるからちょっとこっち来なよ、うん、買ってほしいから行きますね、うん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 、ボロアパートの外に木とか段ボールとか電気毛布、うんうんで作られたあったかい小屋がありまして、その中に結構招待される。招待制。まあキムは招待されたことない。ないない、私ないのよ。招待された人が行けて、まあ冬だから寒いから、うんまあ、よく公園の前で豚麺とか食べてたけど、食べてたね、うん、あったかいところで食べる方がいいから、まあいろいろ買ってもらって、うん、そのあったかい公園に行って食べたりとかしてて、うん、まあ私はちょっとその後家に帰ったりとかして、うん、友達残して、うんうん、そしたら友達がなんかちょっといろいろ。なんかまあいろんな被害にあったみたいな、おじさんにいろんな被害におじさんにね、そうそうそう、あったみたいな感じ。いや、え、そのおじさんはちなみに何歳ぐらいなんですか？60以降のおじさん。あんまりねちょっと言えないことが多すぎて。そうだね、うん、なんか本当の犯罪だよね。うん、そうですね。本当の犯罪がはびこってる街って感じだよね、うん、私高校生の時に徒歩で歩いて帰っていたんですけど、うんうんうん、後ろから自転車乗った男の人が私の横にキーって止まってだから、あ、友達かなと思って、パッて横見たら顔に来て、え、マジで怖い。ぐちゃぐちゃぐちゃ。デブラザー。マナミの弟のデブラザー。でかくて上がつか。さっきラーメン食べてね、3人で、うん、3人食べたご飯。ニンニクすごいね。ニンニクありえないで入れてたよね。その動画がこちら。シネマティック持ちながら食べてのおもろ。よく食べた。行くってさ。じゃあ続きは車の中で。まあ車の中で行くか。じゃあ一旦車検を通しに行きます。はい。チャナちゃんチャーチーてチャナちゃんチャーちょっとチャーちゃんとチムとタタちゃん一緒に今かやちょっとだけお出かけしていくよな。だからピーコちゃん待っててくよよ。やにゃにょやにゃにょ。何も言ってないだろ。川口市は今走行しております。車で、あ、液体かけられた話ね。途中だったね。液体をマークかけられて、と男の人がさあって言っちゃって、どうしたらいいか分かんなかったから、その時お母さんに顔に液体かけられたって言って、うん、その時で、ね、痛くない大丈夫ってなって、うん、まあ、全然大丈夫ってなって、うん、そのまま警察に連行されて。それってさ、親と警察来るまで液体拭いちゃいけないの顔から？いや、うん、公園でめちゃめちゃ洗った、うん、まあ、すんごい匂いしたよ。その液体が何なのかは
ご想像にお任せします。最悪、なんかこういうこと話してると俺もやろっかなみたいなやつ。そうだね。でも捕まった犯人はで翌日の朝ぐらいまで事情聴取されて、うん、朝練行って、えそのまま朝練行ったの。そうそうそう、メンタル強っ。私絶対休む、そんなことあったら、ね、翌日犯人捕まりましたから来てくださいって言われて、うん、え会いますかって言われて、まあ、会いませんって絶対やだったんだけど、あの同じ中学校の一個上のキモッでも私全然知らない人だった。なんかでも赤字味やばい人多くなかった、うん、私も自転車盗まれたよ。自転車みんな盗むね。みんな盗むねじゃないんだよ、うん、盗むな人の自転車。デフォーだよね。遅れちゃってて、ちょっと川口はヤンキーの文化が、あ確かに、あの私たちの親世代が足立区でやってるような感じが、ちょうど私たちが中学生の時に川口で流行ってる。窓ガラス割れるし、うん、渡り廊下バイクで走るやついるし、教室でタバコ吸うのも当たり前だし、ね、廊下からタバコの匂いとかよくしてたよね。してたしてた。本当やばかったですか、学びとかも。だってあなたさ、学校から逃走してたよ。うん、してましたね。逃げて、なんか普通に授業してたら先生がバタバタし始めて、何かと思ったら3年のの と何々が校門の外に出ちゃってみたいな。え、そんなことあった。授業中に、ね、なんかバタバタしてたから何かなと思ったら、え、まなみが何逃げたみたいなその時は どうして逃げたんですか、学校から。え、逃げた記憶はない。だっけ、ちゃんとさ、ティンとさ、あれはね、校門から帰ったら私たち捕まるから、確実に先生たち。なんで眉毛もないし、うん、ちゃんと着てないし、校門行きと帰り絶対捕まって、雑巾掛けっていう、あで眉毛ないから描かされてさ、うん、でもさ、私マッキーで描かれたことあるんだけど、うん、そう描かれないよ。あれえないよね。え、うん、マッキーやばくない。そう妹みたいになってるのもあって、だいたい眉毛ちょっと剃ったりとかするだけで、うん、おい木村こっち来いって言われて、マッキー持ってきてこうやって書かれて、そっちの方がヤバくないですか、うんうんうん、みたいな。なんか剃るとかよりもそっちの方が空気乱してませんみたいな。だからちょっとね、時代が遅れてんだよね。昭和じゃない。そうだね、昭和だった結構、ね、なんかだって体育の先生さ、あのあれ棒持ってる人いたじゃん、あの木の棒市内みたいな。市内持ってる人いたよね。私はあの大江先生に椅子とか机とか投げられたりとかしてたし、モンスターペアレントとかいたらもう、うん、結構ブチギレ案件だよね、うん、私の親はね、ありがとうございますって言ってたけどね。うちの親もそうだった。私でもなんか小学校の時に毎回さ、宿題忘れてくる子がいたの、うん、女の子で、なんか全員宿題出せたら明日レクやるよみたいな、うん、あるじゃん。だから絶対に明日はみんな宿題持ってこようねみたいな、うんうん、言ってんのに次の日絶対持ってこないみたいな一旦その時間レクだった時間は一旦、なんでみんな持ってこれないんですかって先生怒るわけじゃん、うんうんうん、でじゃあまあ次こそはみたいな、うん、じゃあ次こそは明日絶対に持ってくよねみんなでみたいな、うんうん、でもみんな分かったみたいななるじゃん。で絶対だよ絶対だよってなってんのに、うん、次の日また持ってこないの、怖くてもう逆にクラス全部なんで持ってこないのかが分かんないみたいな、うんうんうん、いなかったそういう子。えここにいた、やばい、ここにいたあー確かになんか学びその気質ありそうだな、うんうん、あるある。なんでなんですかそれは。え、わかんない、わかんない、やばい遊びが忙しくて宿題する時間がなくてそのエピソードなんか本当出るよ、うん、あのもう中学校の時なんか対マンしてギョラとか言って、対マン、そう男の子がね、うん、で隣の公園で女子とかにちょっと今から対マンするから見に来てよみたいな感じで観客を呼ぶんだ。そうで対マンって1対1じゃん、うん、1対1じゃなくて普通に、まあ、途中と、まあ、この中学校の対マンって言葉を多分使いたかったなと思って、うん、でみんなあのバット持って行って、うん、クローズみたいな。そうそんな感じだった、うん、でもうカボコにされてずっとされてた変な町変な町だよ本当に。変な町、変な町なんだよ、うん、でも最近ね、私たちの家の近くに暴走族ができて、またしばらくやっぱ私たちの代はすごいいたじゃん。あ、いたかも。いなくなったと思ったら最近増え始めて、うん、再結成。そう、再結成されて、それが16歳とか高校生ぐらい。え、なんかあれでしょ、会費みたいな話。あ、そう、会費が暴走族会の会費それ倍増して稼げて貯めたお金で暴走族するってこと。そうバイト頑張ってさ、焼肉屋とかで居酒屋でさ、とか言ってさ、でもさ、そうヤンキーたち焼肉
屋とかでバイトしないから。何どこでバイトするの？中学生くらいからなんかそういうヤンキーの仕事しない、なんか土木系のさ、ゴアス系？本当はダメだけどさ、ペンキ塗ったりとかさ、ヤンキー上がり多いじゃん。あ確かに。それで稼いだお金で夜はバイクでブン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 してる。普通にでもさ、会費払わないでブンブンしてもいいと思うけどね。なんで会費払うんだろう ね。ちょっともし暴走族の人見てたら、なんで会費払うのか教えてください。教えてほしい。あ、ゆりかとかはよく露出マとかの話するけど。何それ何それ。その時ゆりか小学生ぐらいだったんだけど、ねえねえって話しかけられて、うん、パッて振り向いたら、うん、コウソバッてやってる。チンダシ。マジで？チンダシおじさん。話しかけてきて、真冬にコート着てて、振り返ったらそのコートをバッて開いて、見せてくるみたいな。服なんか走ってなんか丸いツンの履いてしてたよ。丸いツンの。さ、なんかたまに鈴持って歩いてるおじさんになる。なんかシャンシャン。あの、いるかもね。あとなんかさ、いつもさ、同じリズムでくしゃみするおじさんさ、夜中に通るし。いるかも。いるよね、うん。で、駅の方とかにたまにもいるんだよね。あ、こっち側にもいるんだと思って。すごい怪しい。ね、めっちゃ怪しいよ。あ、間違えた？間違えた。ナビ使わないでいくかな。なんで？ね、なんで？完全運転してるってこと？え、そのなんか道一回通ったら結構覚えられる感じで。でも絶対にナビを使った方が効率が良さそうだね。そう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 。ない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 。これ渡すと取るときもここだって修理。なんか薬物のなんか売買するみたいな感じだね、車検するのに。川口はこんな感じらしいです。うちのブラザーは、うん、ブラザーは全然ヤンキーじゃないんですけど、うん、ヤンキー界隈の友達がすごい多くて、ヤンキー界隈の友達が多い。川口車検、そう、友達、うん、車検屋さん行くのかなと思って来たんですけど、うん、全然駐車場と家しかないと思って、ね、ここで本当に車検通すんで、明日したら多分彼が車検やってくれるみたいな、うん、けど、ドゥン乗ってくるんです、懐きすぎて。キャナちゃん、キャナちゃん、何新しいわちゃんと覚えちゃうの？今日今もえ、何新しい技って？キャナちゃんの芸集をちょっと、うん、お見せしてください、視聴者の人に。キャナちゃん、じゃあキャナちゃん、じゃあじゃあじゃあ、落ち着いて、おかえり、キャッチ。いやいや、キャナちゃん、おしわい、はい、絶対に人工じゃちよね、うん。あと、じゃあ、じゃあ、キャナちゃん、このボーヨと、うん、サチュマイモチャイムがあって、それもタイム。どっちがいい？サチュマイモ？プチ？プチ？はい、待てよ、よし、じゃあ次ボーよね。はい、どっち？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 何そうするの？じゃんねん。じゃんじゃんじゃん。どっち？じゃんねん。じゃんじゃんじゃん。はい。こっち？じゃんねん。じゃんじゃんじゃん。外してばっか。じゃんねん。じゃん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 。じゃんねん。じゃん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 。本当に入れてる？はい、いい、当たりました。待ってよ。チュッチュッよし。かわいい。面白い。かわいいね、シャナちゃん。できたね。選べるようになったの、私。どっちがいいか。すごいね。選べるようになったの、シャナちゃん。そう。でもさ、鼻使ってさ、頑張って入ってる方ぐらい当てようよ。そう。当てずっぽ。当てずっぽなの、犬なのに。登録登録